ブリの卵、ブリタルガのホールになる卵ですね。通常カラスビって言ったら、まあ、ボラの卵で作って、うん、非常に高価な商品なんですけど、まあ、そういう面では一般の人はなかなかその口に入らない、まあ、それをこのブリのカラスミにして気軽に食べてほしいという。この最近で地元で何かこうポテンシャルのある食材として新しいものでということで探していた時に、ブリの卵っていうのは非常に豊富にあるんで、でかつまあほとんど廃棄されてる、そういった廃棄されている食材を利活用できるみたいな。いやそんなブリで作ってるカラスミなんて使えないんじゃないのみたいな。それだったらまあ挑戦してみるかみたいな、うん、あの塩味を確認しながら、それとシェフにあの試食をしてもらって塩味がどうかというのを、よくまあシェフ、日本のシェフから言われるのはやっぱり輸入物だとしょっぱいというね。こちらの強みはそういった塩味をシェフの要望によって変えれるんで、お客さんの口に合う、まあ、塩味をこうキープする。これがあのブリの卵、あの全くボラ の, あの卵と同じぐらいの大きさで、ブリタルガのホールになる卵ですね。パウダーと、まあ、塊のカラスミがあるんですけど、あのこれはまあ塊にするやつなんですけど、これはあの今長崎の水産加工会社から調達してます。あの元々佐伯でも取れてたんですけど、いわゆる機械であのブリをあの加工するようになっちゃったんで、そうするとまあこの卵を機械でやっちゃうと破けちゃうと。で今長崎の方では手先でやってもらってるんで、まあ、それで長崎の方から仕入れてるという。パウダー用はもう 100% 佐伯さんで、うん、これ地元の塩、地元の佐伯の塩 100% で、これが塩漬けにした状態ですね。何段にも重ねてこれで塩漬けを、あのいろんな、まあ、あの塩味を確認しながら、それとシェフにあの試食をしてもらって塩味がどうかというのを、だからそういう面ではまあ2年ぐらいはどうしてもかかって、だからこの塩漬けの工程が一番まあ最終的にあの塩味になるんで、その塩の量の加減だとかその管理が一番重要で、乾燥がこういうふうに150時間ぶっ続けで乾燥させるんで、最初の、まあ、1日おきぐらいかな、ハケでお酒を塗って、やっぱりツヤを出すのと触りながら、まあ、あのちょっと形を整えたり、魚卵の香りがこうほのかに香って、でうまくパスタと味がこう馴染んでコラボするっていう感じ、まあ、それがこのカラスミパスタの美味しいところですよ。やっぱりそのボラの卵を資源としての非常に限りがあるんで、あのそういった面でやっぱり年々高価になって、ブリの卵を使うことで、まあ、資源としてはまあ養殖もありますから、だから資源としてはふんだんにあるというのが、まあ、そのおかげで原料的にも安くなるという。ブリの卵ってほとんどまあ廃棄をされているのが実態で、まあ、それをこういうふうに活用することで美味しい食材に変えることで資源の有効活用にもなるし、でかつ美味しく食べれるという、資源の活用には役立っているかなと思います。もともとのコンセプトからいくと、その輸入物のボッタルガをこれに置き換えていければなということで、まあ、安くなることで今度は逆に市場が広がるということもあるんで、いい食材とになってくるんじゃないかなと思うし、ブリッタルガのブランドが広く認知されればいいなと思います。